はい、こんにちは、ワードです。今日はね、うちの中から撮影してます。よろしくお願いします。東京地方ね、快晴です。冬晴れって感じですね。気温もね、非常に上がっていって、この時期にしてはかなり高いのかな。20度ぐらいになってるそうです。部屋の中もね、暖房も入れずポカポカで、ちょっとね、暑いぐらいですね。うちの、こう、住居ってね、南向きでね、めちゃくちゃ日が当たるんですね。非常にね、冬でも、暖房が昼間いらないぐらい暖かいんですけど、今日はね、部屋の中暑いぐらいです。ちょっとね、風がありますね。で、今日はね、自分の洗濯物とか、あと、ベッドカバーとかシーツとか、ね、枕カバーとかね、洗濯したんですがね、もう乾いてます。早いですね。2、3時間で乾くような、そんな感じの天気ですね。今日はね、12月の、今日は7日ですね。7日ですね。木曜日です。ちょっとね、二日ばかし動画が上げられなかったんですが、まあその理由も兼ねてね、今日ちょっとお話ししたいかなと思っています。はい、今日のテーマなんですけど、子供の薬がないっていうね、こんな話です。はい、うちの娘がね、風邪なのか、ちょっとね、鼻炎で、ちょっとね、鼻とか、耳とか、炎症がひどくてね、ちょっと大変だったんですけど、ね、鼻をね、噛めないんですよ、うまく。で、ピンピン、チンチンって、こう、お鼻が噛めないので、で、やっぱり、この辺にね、ちょっと、バイ菌が溜まったりとか、耳とかにね、それでちょっとね、炎症があったりしてて、夜咳がひどかったりとか、熱が出たりとかするんですけど、本人元気なんですが、ちょっとね、心配だったんで、ちょっと大きな、大学病院に行きました。で、レントゲン撮ったりしたんですけど、まあ、やっぱり、あれですね、鼻炎とこう、ここにバイ菌が溜まってるのでっていうことなんですが、薬がない、なかなかね、なくて大変だったんですね。で、まあ、最近ですね、ジェネリック医薬品の数社だと思うんですが、そこの会社で、カプセルを別のものにしたりとか、改ざんしたりとかっていうことがありまして、まあ、その他は別の製薬会社も何かあったと思うんですが、薬の生産が間に合ってないのと、やっぱり、風邪薬、咳止め、あと抗生物質がね、足りないっていうことが慢性的に起こっています。だから全くなくて、どこ探しても全然ない、とかっていうわけではなくて、流通がとても悪くなってきて、融通すれば、他からは多分ね、数日で入ってくると思うんですが、すぐにね、まあ、いつも行きつけの薬局とかに行ってないっていう状況が昨日続いてて、ひどい状況になってましたね。で、結局はね、もう、一日中ね、もう、なんか薬局回りしてましたね、昨日とか一昨日とか。はい、まあ、そんなわけで、私でまたちょっとね、いろいろ昨日とかはね、ちょっと、役所関係の方にね、出向いたりとかして、いろいろね、なんか大変だったんですけど、そっちの方にね、回ったりしててね、忙しかったんです。まだかなり遠くに行ってたんで、ただやっぱり電話、うちの奥さんが電話かかってきたりとかしててね、めんどくさいんですね。なんか、どこ、なんか電車乗ってて混んでる時に電話が鳴るとか、で、どうしたのって言ったら、まあ、薬が薬局ないっていうことで、私はまあ、用が済んだらすぐね、戻りまして、うちの奥さんとね、薬探しをしてたんですが、まあ、大変でしたね。で、小児科の近くにくっついてるような、なんていうの、隣接してるような、薬局だとね、やっぱりね、置いてあるんですね。それでね、まあ、なんとか見つけられることができたんですが、うちから電車に乗って、しかも駅からまた歩いてっていう薬局に行ってね、薬をもらってきて、抗生物質ですけど、非常にね、困りましたけど。まあ、ドクターが思ってる成分の、抗生物質っていう、まあ、品名を挙げてたらしいんですが、ドクター最初に。だけど、その薬が全然なくて、で、それと同じ成分の別の、抗生物質をね、ある、そこの、うちの駅からまた電車に乗っていくようなところの薬局で、見つけることができて、ドクターと薬剤師との、相談で同じ成分の抗生物質があるということで、そこでね、見つけることができましたけど、まあまあ良かったですね。はい、まあそんなわけでね、まあうまく見つけられたんですけど、まあ、ただね、カプセルとか錠剤しかないということで、粉薬ではないということなので、錠剤ですよね。錠剤を、薬剤師さんがこう、
粉々にしてパウダー状にしてそれを袋に入れていただいて、それでなんとか調剤、まあ薬、処方してもらいました。でまあ良かったんですけど、まあだから、とてもね今ね薬がね世の中で不足してて、特になんか咳止めとかああいうのはないらしいんですね。非常にびっくりしましたけど、だからこれからね年末に向けてとかね、今これからまたねいろいろこうなんか風邪が流行ってきたりとかなんかねちょっと大変な時にね、薬局になかなかお薬が出てないっていうことがねあるとねみんなすごく困るんだなと思ってね、僕もね心配しています。まあそんなわけでまあ一番大切なのはねやっぱり、予防ですよね、風邪にならないとかね感染症にならないとかっていうことをね普段からちゃんと予防していかないか、手洗ったりとかね、顔洗ったりとかいろいろするのも大切だし、うちの中が乾燥しすぎないように、適度な加湿をするとか、するってこともねすごく大事だし、やっぱりねその辺のところをねやっぱり大事、ちゃんと自分でね気をつけていかないといけないのかななんて思っています。はい、すいません、ちょっとお茶を飲ましてください。今日も、普通のお茶でした。ちょっと入れますね、お茶を。伊藤園のお茶ですね。はい、いただきます。お茶もね意外とビタミン C があったりとかしてて、風邪予防になったりするみたいなんですけど、いただきます。あ、美味しいですね、いいですね。はいはい、あとねうちのまあ娘あけみさんがねまあ鼻がかめないので、吸引をするこういう、なんていうのかな、吸引器ってあるんですけど、それちっちゃいやつしかうちないんですね。で、電動のやつね、もらったんですけどね、うち使わないからね、人にあげちゃったらね、なんか今頃必要だなと思って。で、アマゾンで買いました。バキューム式、ポンプ式のやつで、なんかギューって引っ張るやつで、手動式のやつで、なんかね、あ、これいいんじゃないかっていうことで、最初ね、電動式の買おうかと思ったんですけど、ちょっとなんか壊れると嫌なので、手動式の方がいろいろね、簡単なんじゃないかなと思って、結構でかいね、ポンプがついてて、それで吸い出すような形になっているので、そういう夜とか、あとお風呂とかで、出してあげたりすると楽だよなと思って。鼻をね、噛むっていうことがね、ちょっと今ね、練習中なんですけど、ちょっとこれからできるようになればいいと思うんですけど、うーんって吸っちゃうんですね、なんか。なんか、そんなことを覚えないで鼻出すようにね、覚えてくれればいいんですけど、それがね、なかなかできてなくて、ちょっと、うちの母さんにはね、練習をしなさいっていうふうにね、彼女に言ってるんですけど、まあまあ、でもね、なかなかできてなくて、まあちょっとね、しばらくするとできるようになると思うんで、ポンプでね、対応したいと思います。で、やっぱりね、鼻の、こう、鼻水がこう溜まってくると、多分ね、ここにね、溜まってくると、蓄膿症の原因になったりするんですね。そうすると、非常にばい菌が溜まったりとか、その他のね、病気になりやすくなるので、気をつけていかなきゃいけないし、蓄膿症になった友人とかいるけど、結構ね、きついので、それをね、ちょっと今、予防のためにね、ちゃんとね、鼻がね、鼻水がね、出せるようにね、ちゃんとね、していきたいとね、考えています。はい、まあ、あとね、私のね、がんの方ですけど、まあ、今ね、特別、何も問題がなくね、うまくいっています。来月かな？そうだな、11日にね、がんではないな、それ、目の方なんですけど、がんはね、また別に行くんですけど、それで検査をね、一応していかないといけないかなと、またね、経過観察ということでね、それをね、やっていきたいと思います。今のところね、まあ、特にひどい症状とかなんかね、自覚症状とかないので、いいんですけど、まあ一時期のひどい時にね、食べれない時から比べると全然いいですし、体重もね、結構ね、それなりに戻ってきてるので、ただやっぱりね、がん発覚以前のね、こうなんか自分の写真見ると顔がもっとふっくらしてたりとか、もっとね、太ってるような感じするんですね。だからその頃に比べたらまあしょうがないと思うんですけど、まあほぼほぼね、体重も戻ってきたので、まあいいかなと思って、これ以上何も増えるとちょっと嫌なんですけど、まあ、その辺をね、まあ、あれですね、うまくいってるなと思います。で、一時期のね、こうなんかね、シクシクとかムカムカのようなね、症状もね、消えてきました。
それもねすごくありがたいですね。良かったです。まあこの先ねまたどうなるかわからないんですけど、まあ経過観察で、まあ多分ねまた再発するんじゃないかなと僕は思っていますが、でもまあそうしたらそうしたでまたねしっかり対処していきたいなと考えています。はい、あとね昨日ね夜もう食事家作ってる暇もなかったので、ね外食したんですけど、なんかね牛丼屋があったんですよ、吉野家。で、私ね、日本に帰ってきてから、2017年に戻ってきてから、吉野家とか牛、まあ、すき家も松屋もそうなんですけど、牛丼屋に行ったことなかったんですね。で、帰ってきてね、初牛丼、吉野家に行きました。で、うちの奥さんは吉野家初めてです。牛丼屋に行くのは初めてで、私はね、波乗りつゆだくのね、セット、味噌汁とおしんこのセットを頼んだんですけど、あ、卵つければよかったな、まあ、それはまあいいや。それで、彼女はね、何あれ、牛すき焼き丼のなんかサラダセット味噌汁ついてて、私も味噌汁ついてるんですけど、それを注文してましたけど、なんかサラダ見たら、なんかあんまり食べたくないって、おしんこと取り替えろとか言われて、普通のおしんこセットのやつのおしんこだけをね、彼女に渡して、私がサラダ食べたんですけど、あーなんでおしんこ食べたかったの失敗だなと思って、たらうちの奥さんが、あ、おしんこでなんか塩味が効いてて、これは美味しいとか言ってたんで、まあ食べてたんですけど、初牛丼ですね。で、娘はちょっとね、牛丼をこう分けてあげて、私と、あと、彼女の方のね、牛すき焼き丼かなんかに分けて食べたんですけど、ね、メニューがいっぱいあって驚きましたね。吉野家ってメニュー増えたんですね。はい、前はね、なんか牛丼と牛すきと、あとビールとか、なんかそんなのしかなかった気がするんだけど、今なんかなんとか定食だとか、なんかいっぱいあって、あと牛鍋焼きなんとかとかって、隣のおっさんが食べてて、なんかサラリーマンのさんまさん食ってて、あ、なんだこんなのがあるのかと思って、私知らなかったんですね。鍋がこう出てきてぐつぐつ煮込んでて、あ、なんだこれはすごいと思って、今度一人の時行って食べようかなとか、まあ、娘と三人で、奥さんと三人で行ってもいいと思うんですけど、まあ、いろんなね、こうメニューがあってね。で、吉野家って、食券買うやつはないですよね。それは全然変わってなくて、メニューオーダーをね、店員さんが取りに来て、それで、注文を受けて、それで、品物が出てくるってやつなんですけど、他の松屋とか吉野家は食券買うので、現金のこうなんか取り扱いほとんどないと思うんですけど、吉野家さんはねこうレジでこうちゃんとね、これこれいくらですとかって言ってね、するような会計だった。ちょっとね店員さんが大変なのかなと思いましたけど、見てたらね、私入った時3人女性3人いたんですけど、後から交代の人が来て、6人になってましたね。ちょっと多い時で。で、なんか後の、引き継ぎとか、あと、片付けとかなんかいろいろやってましたんで、店員さんはね、やっぱいっぱいいるんだなと思って、なんかすき家だとワンオペだったりすることがあって、結構大変なんじゃないかなと思いますが、吉野家さんはね、すごい店員さんいっぱいいてね、サービス充実してて、トイレも良かった、トイレもめちゃくちゃ綺麗だったし、なんかね、店もすごい綺麗で、対応もすごく良かったんで驚きましたけどね。まあそんなわけでね、初牛丼屋でしたね。はい、まあ今日はね、まあ、薬がないってね、こんなお話でしたけど、まあこれがいつまで続くのかちょっとわかんないんですが、まあ当たり前のものがね、ないっていうのもね、やっぱりすごくね、不便だしね、僕フィリピンにいた時なんか薬は、サリサリストアで買ってたんで、ドラッグストアとかに行くまでもなく、まあ、田舎にいたんで、近所のサリサリストアに行って、言われたままの薬をね、錠剤とかいろんな、抗生物質とか買ったりとか、これ2週間飲めとかって言われたりとか、言われてね、それで飲んだりとかしてたんで、まあ、いっぱい薬があった方なのかなと思うんですけど、まあ、それでもまあね、日本は、便利は便利だったんですけど、まあ今回ね、こういうことが起きるとね、いざなんかね、薬がないって言うとね、ちょっとね、大変なのかなと思います。これはまあ、ジェネリックを、まあ、国が推奨しているので、いろいろとそれでね、ちょっとミスがあったのかなと思いますが、まあ、そんなわけで、まあ、薬がないという話でした。最後の皆さんね、見てくれてどうもありがとうございます。またこれからもよろしくお願いします。はい、さよなら、バイバイ。
このチャンネルでは、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供との、ね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法の、ね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれて、ね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。